チに続く打者への初球でした。二遊間を抜けてレフトの前へ。この間にランナー2人が生還。山本は2点を失います。ここだね、ここ押してね。さらに5回にもランナー2塁3塁のピンチを迎えると、再び初球でした。痛烈な当たりはレフトの横を抜ける、またも2点タイムリーヒットになります。これで山本が4失点、5回途中での降板となりました。その裏、ここまでヒットのない大谷の第3打席。この打席も三振。大谷はこの打席を最後に交代。なかなかなると怖いよね、一瞬。その人たちみたいな。